こんにちは。今日の修復はルイ・ヴィトンモノグラムの2つ折り財布コバの修理です。このようにステッチがほつれていました。ステッチ補強をするんですけど、内側の革とのズレが生じて内側をカットしました。この折れ山付近も内側が伸びてくるのでカットしました。そして内側はこう5ミリほど中に入り込んで縫っています。元の針穴部分あたりはカットしました。カットを何回言ったでしょう。コバを縫っていきます。この手で持つあたりも擦れています。塗っているとコバがはみ出てしまうんですけど、そんな時は水につけた綿棒で拭き取ります。水は何にでも応用できてとても便利です。続きまして、ひび割れがひどい場合はこのコテを使います。熱いので気をつけてください。コバを持った後にコテを使っているので、持ったコバも一緒に溶けてくれるので馴染んでいいと思います。このあたりもホックで開け閉めしているときに負荷がかかるので上下で割れています。こんな感じです。熱処理をしていきます。平らだとコバも乗せやすいです。数日後、最後の仕上げをしています。水をつけた紙やすりできっちりと磨き上げてください。はみ出たところは水をつけた綿棒で拭いていっています。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。